フィリップ・ジェームズ・ドラウザーバーグのキャンパーダウンの海戦。キャンパーダウンの海戦における戦闘序列について述べる。キャンパーダウンの海戦は、フランス革命戦争中の1797年10月11日、北ホラントのカンペルデュイン沖で、アダム・ダンカン提督率いるイギリス艦隊と、ヤン・ウィレム・デ・ウィンテル提督率いるオランダ艦隊との間において行われた海戦である。 フランス第一共和制は、開戦の2年前に、オランダ共和国へ進行し、バタビア共和国を樹立していた。1797年の初め、バタビア共和国海軍の艦隊は、ブレストに集結し、フランス大西洋艦隊と連合した上で、アイルランドに進行せよとの命令を受け、準備を進めていた。その後しばらく経って、旧金と待遇の改善を求めて水兵が、 スピットヘッドとノアの反乱を起こしたことにより、イギリス艦隊は、機能不全に陥り、2ヶ月もの間イギリス海峡を防衛する戦力が存在しない状態であった。しかし、進行作戦の準備が、まだ完了していなかったオランダ艦隊は、反乱に参加しなかった、段下に率いる、少数の戦隊が未知のイギリス艦隊が視界外に存在するかのように見せかけるために、 デタラメの信号を送り続けたことも影響して、根拠地であるで、セールから出航することはなかった。1797年の10月までに、アイルランドへの進行計画は中止された。イギリス北海艦隊は再び戦力を回復した。艦隊がグレートヤーマスにて補給を受けていた10月10日、弾ン,ンのもにオランダ艦隊が出撃したとの情報が入り、これを受けて、 イギリス艦隊はオランダ沖へと向かったところ、テセルへと帰還するデウィンテルの艦隊と快敵した。沿岸域の浅瀬にオランダ艦隊は単獣人を組んでこれを迎撃しようと、したがイギリス艦隊は人形に乱れが生じていた。そのためイギリス艦隊は2つの集団に分かれてしまったが、結果的にオランダ艦隊の前衛と後衛を確保撃破する形となり、 オランダ艦隊を圧倒。デウィンテル提督の機関、フレーヘイトを含む11隻のオランダ艦船を、露角した。しかし、キロにおいて露角した艦船のうち3隻を失い、残った戦利艦も、現役として、使用に耐えうるものはなかった。この戦闘において、双方とも多くの死傷者を出したが、これは、オランダ艦隊とイギリス艦隊ともに、敵の乗組員に、 最も損害を与えることのできる戦隊を狙うように訓練されていたことに起因する。また、海戦の結果には双方の艦隊に蔓延していた社会的な不安も影響した。イギリス海軍では依然として続く反乱による多大な悪影響が生じていた。また、オランダ海軍の水兵はフランスの姉妹共和国としての自国の立場に不満を持っており、士官とは 対照的に追放されたオラニエナッサ受けを支持する者が多かった。特にオランダ艦隊は長きにわたる海上封鎖により式と連動が低下しており、結果として熟連動の高いイギリス艦隊の乗組員と比べて水夫や報酬の質が劣っていた。加えてオランダの艦船は水深の浅いオランダの沿岸を航行する必要性から喫水を浅くするために構造を弱く、 作られていたことにより、概要での行動を前提とした、イギリスの艦船と比べて、戦闘時に不利になってしまった。ただ、オランダ戦列艦は、砲弾一発あたりの重量において、イギリス艦隊よりも優れており、武装の充実したブリックや、フリゲートも含めるとこの差が顕著に現れた。同時代のイギリスとは、対照的にこれらの小型艦は、積極的に戦闘で用いられ、 戦列艦と戦列艦との間の隙間を埋める役割を果たした。以下の表では戦闘艦から順に艦船を並べている。死傷者数の欄はできるだけ確実なものを表記した。戦闘の性質上、オランダ側の損失は正確に数えるのが難しい。戦死または戦傷死した士艦については名前の後にを記している。訪問数の欄についてはカロネード法は 伝統的にイギリス海軍の投球制度では、戦列艦の投球を分類するときに、訪問数に含めなかったため、実際の訪問数は表中のものよりも多い可能性がある。ありがとうございます。